こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説棒を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は裁縫含み来たる玉樹の花です。裁縫は法王のこと、西王の知性に現れるという大鳥のことです。玉樹は神話伝説中の仙樹。裁縫が玉樹の花をくわえて飛んできたということ、この上なくめでたい奇跡です。それでは今から裁縫含み来たる玉樹の花を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。